皆さん、こんにちは。シスマリーパークアウンデマンド認知症ケア講座、チーフインストラクターの田代です。今日はよろしくお願いします。今日のテーマは、アルツハイマー型認知症の人とのコミュニケーションというお話です。このように3つに分けてお話ししたいと思います。まず、入り方総論。コミュニケーションの構成要素。大きく2つあります。当然、1つが皆さんご存知の情報の伝達。 そしてもう一つがあまり知られていません。これは共同世界の構築ということが言われています。まあ、これだけ聞いてもちょっとピンとこないんですけども、えー、この情報の伝達、多くは文字、言葉ですね。話す、聞く、書く、読むという言葉になります。で、共同世界の構築は、言葉以外では時間と空間の共有ということになります。 具体的に言うとよく施設なんかで難聴のおばあちゃんたちが勝手に違う話を楽しそうにしていてなぜか同時にどっと笑ったりしますよね話が全く通じていないのにみんなにこやかで笑うツボが一緒ですよねそれは共同世界を構築しているということですでは AD の人と 時間と空間を共有するにはどうしたらいいか。えー、学ぶチャンネル64に注意機能の話しておりますが、ここのところに前提条件、選択的注意で必要、興味、目が覚めてるか、その人個人の要領というものが前提。で、このように4つの注意機能を分配、分配というか回していきます。で あの認知症の人はこの前提条件全部やっぱり力が落ちてますし注意機能の4つの要素も落ちていますでおそらくこの4つの要素の改善は難しいそのために AD の人との時間と空間を共有するためには前提条件に働きかける必要があります正面の遠くからその人の視野に入ります 遠くの正面からはその人に見てもらえるように入っていきます。なぜかということですが、ちょっとその前に人間の視野角にはいろんな数字があります。人間の視野角は水平200度、垂,垂直125度とありますが、ちょっとこっちの水平だけでお話を進めていきます。ちょっとウサギのお人形さんが前を向いています。 つまりこれが180になりますから200度はこれぐらいになるかと思いますで視野角は200度あるしかし一瞬で200度が見えるわけではありませんこのように注意の分配と同じでいくつかに分けて分配してみています無意識で、まあ、一,般一般というかよく言われるのは0.2秒おきにカメラ視線を 方向を切り替えてそれを脳で合成しこの視野角内すべてが見えているように感じているのが私たちの今の世界ですすべてを同時に見ているわけではないちょっと遅れてるものも再合成して今として見ていますこれが英語で言うと「C、見えているという状態です見えているけど詳しく何かを見ているわけではない そこで何かを選択、うん、何かなと思うわけですね。すると、それを視野角、目の正面に持ってきます。それが C から何というふうになるかというと、ウォッチに変わります。ウォッチに変わると、先ほどの水平200度という角度から、この情報需要能力に優れる有効視野は30度に減ってしまいます。 そして30度というのはこのそれぞれの角度が30度ではなくて両目で見たこの視野角は30度になりますではこの角度が30度かどうかということのちょっと証明したいと思いますこちらに分度器を持ってきましたこの三角形が30度ですそれを当てはめますとこの人の視野角とはこれぐらいにしかならない例えば ちょっと机の上で本を読む時のウォッチできる範囲とはほぼ目の幅ぐらいでしかないというのが対象物を選択すると C からウォッチと変わるということになります。でこの AD の人はですね注意の分配が不得意になってますのでこういうふうにいろいろ向けられないそして正面の視覚を得ますが そこを注意する選択も不得意なので、いくら前を向いていても C がウォッチにはなっていない。それが AD の人の見えているという状態です。そこにただ気づかせて、私を、介護者を見なさいというふうに持っていくことが大事です。そして不得意ですけども、安全安心な興味、私にですね。 を抱かせることによって C をウォッチに近づけるという作業が必要になります正面の遠くからその人の視界に入るしかしこんな近くから入ったらいきなり目の前にあなたの顔がいっぱいになっちゃいますよね時間と空間の共有どころか身構えます怯えますそこ 正面のの遠くでであれば何分の1かですよね視野のねそうすれば何かなという時間と空間の共有が始まるのではないかと思いますここで入っちゃうともう全部視野の中にあなたの顔です一部にあなたの顔ですそしてそれが少し近づいてくると何だろうという感じになれば 時間と空間の共有が始まったということでお話ができる環境が整ってきますそこで「おはようございます」と言えば「あ挨拶に来たんだ」というふうにいけば非常にいいことですよね AD の人は注意つまり視野を分配できず正面の情報に対してもその選択は難しく 正面の遠くからその人の視野に入り少しずつ近づくことで驚かせることなく時間と空間の共有これをコミュニケーションと言いますがその開始段階を形成して,していくことが大事ですもう一度言うと正面の遠くからその人の視野に入りあなたがいる何かをする伝えるという準備をしてから 大きくくゆっくり要点だけどういうことかというとですねここの興味そして気づかせる起こしとくということそしてここの部分はその人の要領に合わせた話し方をしていくということが大事だと思います2番目が会話でのポイントです当然会話は一番のコミュニケーションですのでこれが まず同様に大事です。で、これは、学ぶチャンネルでは何度も使っています。経度 AD の人の記憶の流れ。見たり聞いたりすること、即時記憶といいますが、これは消滅するか近似記憶になりますが、注意ができないので近似記憶にならない。ただ、即時記憶は数十秒は持ちます。例えばこれを30秒とします。そうすると、今から、現在から30秒 異常前の会話は頭から消えていますでここでチャンクの理解ということが必要になってきます。チャンクとは容量塊という意味ですが健常な人が即時記憶できる言語容量チャンクはチャンクという単位で示され7プラスマイナスにマジカルナンバーという説があります。 でこれはあの7プラスマイナス2ですから5から9ですね。電話番号の4桁は人間誰でもというか覚えられます。ところが8桁、9桁、10桁になるとなかなか覚えられない。それがこのマジカルナンバーです。個人差はあります。当然 AD の人はこれよりも少なくなります。そこで AD の人と会話するときには大きくゆっくり要点だけを話すということをよく言われます。これがなぜかというお話です。あなたが今と喋りました。そうすると、スリーシャンクの認知症の人は直近のこの3文字しか頭に残りません。喋るたびにそこの部分だけが頭に残っていきます。こういう形です。 でここは最後は何ですかがありますがそしてすぐ消えます、えーまあ、こういう質問をした時ですねあなたが今までに食べたもので一番好きなものは何でしたかと聞いて答えなかったので30秒してもう一回何ですかと聞きますよねそうすると怒ったようにわからんって言われたことは ありませんかつまり何ですかの前にあった質問を消えてるわけですねすでにつまりここで何ですかと言われたのはその言葉しか頭にないつまり何者だお前はと言われたような気がしてるんではないかと思いますそのためにわからんと怒ったように答えるおそらく 結構キアの場面であるんではなないいかなと思います。では、スーシャンクの人プラス即時記憶30秒の認知症の人に対してどういう言い方をすればいいのかここにあるように大きくゆっくり要点だけつまり一番好きなものという質問でいいんではないかと思います。 そしてよく言われる言葉に AD の人に2人同時に話しかけてはいけないといいますがこの理由は何でしょうか ?2 人で話せば分節が2倍になってその人のシャンク3をすぐに超えて余計会話を理解できなくなるということです。 AD の人と話すときには大きくゆっくりと要点だけを話す。分節をはっきりと区切るということです。難しいことを言いました。パッと見てください。何か意味がわかりません。これだとわかりますよね。つまり話したときと今の文字は同じです。連続してたら A、B、なんとかだけど分ければ A、B、C、D と読みますよね。こういうことだと 分節をはっきり区切るという意味です会話ができない人とのコミュニケーションこのチャプター七7 1で示しました入り方会話でのポイントを押さえてコミュニケーションを試みてもうまくいかない時にはかなり AD が進行つまり中等度 AD 後半から高度 AD つまり m m s が一桁の状態と考えられます。つまり この辺りからこちら側ですね、m、MM、m c が1桁になった、身体改消が必要な状況、親しい人もわからないというような状況の方の場合には、ちょっと会話も難しくなってくるかもしれません。このような場合には、情報の伝達よりは、その人に安心・安住と感じられる環境、 時間空間の共有づくりが重要かと思います。こちらの部分です。最初に言いましたように、コミュニケーションの構成要素は情報の伝達と共同世界の構築です。で、この言葉がまず難しいときには、次には絵とか写真、身振り手振りを交えて伝達しようとすればいいかと思います。しかし、この 写真や絵とか身振り手振りを難しい時にはまあ中等度以上の AD の人と思いますので12以外に安心安全な空間の共有を目指しましょうそしてそのためには微笑んでもらうことが一番重要かと思いますこれはですねその方が安心安住というか 何も考えなく怯えなくてもいい世界だということを感じてもらえればいいということです。でこれに関してはちょっとお話だけでだいぶ長くなりますので「学ぶチャンネル」のチャプター60から69になぜ微笑むのか喜怒哀楽荘論「回復会は受動記憶」とかですねそういうことを載せてますのでこちらを是非ご参照していただきたいと思います。 アルツハイマー型認知症の人とのコミュニケーション。以上で終了です。